フランク・ケンドール・ピート・エベレストはアメリカ合衆国のパイロット、軍人である。アメリカの超音速実験機 X-2 のテストパイロットを務め、1956年7月23日の X-2 の9回目の動力飛行でマッハ2.93の速度記録を達成した。1941年からアメリカ陸軍航空隊で訓練を受け、 1942年から北、アフリカ、イタリア戦線、ビルマ、中国戦線に参加。1945年5月には日本の捕虜になった。1946年からライトパターソン空軍基地でテストパイロットになりベル X-1 のテスト飛行に参加した。1951年からエドワーズ空軍基地の空軍試験センターで X-1、X-2 他の機体のテストを行った。X-1 では、マッハ2.3を記録し、これは、チャックイエーガーの記録マッハ2.44に次ぐもので、ある。1956年7月23日に、X、X-2 の9回目の動力飛行で、マッハ2.93を記録し、当時の速度記録を更新した。この飛行が、 最後のテストパイロットの任務であった。その後も、軍人としてのキャリアを積み1973年に退役した。回顧録に、ザガステストマンアライブ1982年がある。ありがとうございます。